のこれです。ドラゴンルアーこれです。トイドラゴン、何でもトイできる。でちょっとおもちゃ系にこれをしたいと思います。今どういうアクションですか。レールがピシャ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 、すごなんでしょう。よかった。余裕いてる。確実に。濁いを仕留めるためだけに作る。濁い専用ルア。そうです。53g。もうちょい。ああ、なるほど。もうちょい遠くに。これはもう完全に。生命を宿してる。ビッグベイトでも潜らない。絶対潜らせようと思っても潜らない。これです。大きさの割には着水も軽いと。今のはちょっとサミング失敗できたので、ほとんどノンサミングでもあんな状態。テーブルターンも、ね、いろいろできます。ちょっと汚めにこう頭突っ込ませたり、真横を動かすことに可能です。ヘッドスローです。ヘッドスローだと音が何だか分かりますか。聞こえる。どうしよう、もっと音を聞かせたいバージョン。これがですね、秘蔵のプライベートルアー。こんな形で絶対商品化しても、この大きさじゃ絶対受け入れられそうもないんで、やめとこうかなと思ってたプライベートルアー、これです。これを出そうかなと。出してほしいというメールのアクセスが多ければ出しますけど、とりあえずこれ30センチ近くあるバカでかい、まあ、ノイジーというかライブリーというか、雨降ってきました。これ釣れるんじゃないの、まあ、6ジャップだけを狙って作った、まあ、もしくは濁いですね。濁いか6ジャップしか狙ってない。これです。ドラゴンウェーブビッグ。ドラゴンウェーブじゃない、本当これから来てますか。ドラゴンウェーブって言います。